はい、もうすぐ夕方5時半ですね。月を見ながら、映しながら撮影してます。なんか今日 NASA が発表した、ことで月に水があったみたいな、なんかそういった何の物質だったか忘れましたけども、なんかそういったものが発見されたというニュースがあったみたいですね。ちょっとネットニュース見ましたけれども、月に水があったのかということで、すごい大発見なのかなというふうに思います。月には水がないっていうのが、定説というか、常識になってたと思うんですけどもね。はい、そうですね、水、地球にはこう水いっぱいあるわけで、昨日も水の中に、海水ですけどね、浸ってたわけですけど、一つ言えることは、落ち着きますすごい。その絶対に人体に必要だっていうこともそうですし、なんかもう気持ちの面でもやっぱり必要だなって思いましたね。波待ちもプカプカ浮いてるだけで、ほとんど、いい波ちょっと、乗れなかったですけどね。自分の実力っていうのもありますし、どんどん波下がってったっていうのもありますけども、波待ちしてるだけですごい気持ちよかったです。はい、そんな感じで、なんかこうそのネットニュースの水のなんて言ったかな水の原子だか分子だかわかんないですけど、なんかそんなのが発見されたっていうニュースを聞いて、そして、昨日一昨日と、サーフィンしに、海へ行ったということとちょっと関連付けてですね、ちょっと、感じたことを記録してみましたけども、はい、ということで、いやもう少しこう肉眼だと青空まではいかないですけど、空の青さみたいなのも確認できるんですけど、どうなんだろうな、やっぱスマホだとこれが限界ですかね。はい、ということで、今日、これで終わりにしたいと思います。ということで、以上。